ル覚えてる？サリー何で助けて助けてジュニオがって何だったの？ジュルがもう超もう全部噛み合って、ジュルの後ろにあって、ジュルもサリーのベッドに、はぁママ、昨日のセリアって食べてきたいですっけ？すごい、よく自分でできたね。いいね、外のバックヤードに置いて座れたら。今日のファッションこれです。どんなスタイルですか？すごい確かに最強カメラマン ゲビオ入れたね。ゲビオ入れよ。ゲビオも入れたね。好きなの？ゲビオって言ったら？言わない。ゲビオサリー大好き。ヒヒハ。ママに言わないと言わない。ヒヒ。あら。ゲビオ入れたよ。ゲビオ入れたの。あ？ピン忘れた。ピン忘れた。バイバイ。昨日公園にいたら鉄砲の拳銃の音がババ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 ってなったかなと思ってパッて見たら木が落ちた音だった。ものすごい音だった。でも 見ると大したことない木が、まあでも太いね。バキ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 バババババってすごい音がした。しょうがないよ。しょうがない。ワイプスもあったかな。ワイプス、いってらっしゃい。ジュリア迎えに行くね。顔洗ってね。やばいよ。サリーのスナックのバッグにヤクルト入れたの。ヤクルトが学校に着いたら全部蓋が開いてて、全部ヤクルトが漏れてて、ランチバッグも水浸し、しかもベトベト、バックパックも全部ベトベトになってて、で、あのおやつもベトベトだから、パッケージを水で洗ってとかも最悪。朝から秋が始まって、早速もうエドが風邪をこじらせています。体調をこじらせています。ゴホゴホしてて、だるそうにしてるの。ちょっと今から歩いて薬買いに行こうと思います。もうかぼちゃが売り始めたね。Good morning。 気まつげ1個買ったら1個タダだったから買って、
試してみよう。薬局でも全部ほらこういうハロウィングッズになってきました。薬局のハロウィングッズのいいところはこういう面白いのがいっぱいだから、ほらかわいい。あーサリー喜ぶね、これかわいい。これはきれい、これ。リキッドとジェルはどっちがいいのかな。これにしようかな。パンプキンのものばっかりでしょう。エドの風邪薬買ったらレジのところで ID 見せてくださいって言われた。きっとそういう風邪薬に入っている成分でとても危険なドラッグが作れるからだと思います。ただいま。秋だからね、この色にしよう。今日ね、ジュリーを学校早退しないといけないんです。1時間早くビーチに連れてきます。言語セラピーってやつだよね。そう、言語セラピー。後進後外列で生まれたら言語に障害があるんですね。障害じゃない、喋り方が変、滑舌とか悪かったりとかして、それそうだよね、上顎が2亀裂があるんだから。で、その言語障害のセラピーを2歳から受けて、もう18歳ぐらいになるまで毎週週に2回は通ってくださいって言われてたので、5歳だね。サリーみたいに年長さんになって、でこっちの学校が始まってから辞めちゃったの。アポイントメントがもう取れなくなって、午後からしかできないじゃない。だからそれがいっぱいで、ちょっと今いっぱいなので待っててください、空きが空くまでって言われてて、ずっと待ってて、で病院の先生からももう遠くなってもいいからちゃんとセラピー受けてくださいってすごい言われてて、いつも言われてて、本当に受けなきゃいけないだけど、ほら多動症のセラピーとか、あと手術の病院のことだったり、空手始めたりとか、もうとにかく忙しいからさ、1週間がそんな言語セラピーなんて通ってる場合じゃねえみたいな感じでさ、無視してたんだよね私。いいよ言語セラピーなんて。そうしたらこの間ほら手術の先生との対談があったじゃない。でその時に、言語セラピー行ってますか、行ってないんですか、行ってくださいみたいな感じで、もう勝手にアポイントメント取られちゃってて、この今日のこの日に。でもう、いや
も行かないといけない。授業は授業でそれをさまたストレスに感じて、教育のスピーチもやだ、1週間にまた習い事が増えるの本当にやだみたいな感じですごいもうイライラしててさ、私だって行きたくないよみたいな。授業には大切なことだからね、やらせないといけないね。ん？何？ブチ？ん？チーズ？ふてぶてしい顔。それ猫。かわいいね。ん？それ何？手。魚。魚。ブチ猫猫あ、本当？嬉しいね。うん、友達？違う、1個ね、センテンス終わったらこれやるんだ。帰ってきて早々宿題やるの？なんで？サリーは勉強好きだね。よかった。うん、早くあげて。どうぞ。長寿に。キュウリあげて。どうぞ。どうぞ。バイバイ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 。虫？バイ。どこ虫？いないよ。いないぶち虫なんて。いない。あげてほら。なんであげたがらないの？どうぞ。バイバイ。それ虫じゃないの。食べなかったレタスの残り。虫じゃない。なにこれ。長寿。どうぞ。うん、どうぞってあげて。バイ。それ虫じゃない。大丈夫。バイ。ん？虫じゃないんだよ。ん？どうぞして。キュウリ。そう、ありがとう。バイビー。バイビー。バイビー。あれ虫じゃない。バイバイ。虫みたいだよね。鼻くそ。バイバイ。バイバイ。豚さんどこ？そう、豚。え、バイビーのパパ。はい、豚さんどこ？どこ行った豚？いないね。ここかな？どうした？あっちが。どれが？ブーってなるの？どれが？ここが？え、電気だよこれ。あれ？ブー。
になってた、うん、そこは、そうそう、あとハロウィンのことなんだけど、のうちは今住んでるのアパートでしょ、で学校の近所の周りの一軒家に住む人たちはなんとキャンディー1000個以上用意しないといけないんです。だいたいね300ドルか400ドルキャンディーを用意しないといけないの。ものすごいお祭りになるから当日もうすごいごった返して、子供たちも迷子にならないようにしなきゃいけないくらいだから、でもなすごい真っ暗だからさ、ちゃんとビデオに映るかわからないんだけど、あの懐中電灯を持ってなんとか撮れるようにしたらいいなと思ってます。そんな感じで、毎年ハロウィンやってるんですけど、毎年ジュリオとサリー怖くて怖くて来年はハロウィン絶対やらない、絶対もう何もやらないハロウィンとか言ってるのに、1年経つとケロッと忘れて盛り上がってます。エドが2人を見ていることになりました。サリー行ってくるね、ジュリオ。Julio Costa. Mrs. Brandt? Durant. Oh, Durant. 何やってた？あ、コンピューターだ。ほんと。帰れてラッキー。うん。サリーどこ？サリーとブルースはパパが見てくれることになった。お、もうすぐだね。もう開いてる？もう開いてる？あ、もう開いてるって書いてある。でもまだ馬がいないじゃん。あ、もう開いてるんだ。あ、ほんとだ。いつの間にかこんなにもできてるね。ここのキューブのビルディングはサイエンスセンターです。遠足で来たよね、ジュリオ。うん。More than one time because I'm listening but also watching to see where you put your tongue, okay? All right, one more time. Sorry. House. Thanks. Okay, and what's this? Tree. It is a tree. You got it. Like, just anywhere in the house, you had to, you could only walk as far as how long the cord was. Right, can we tell me telephone? Telephone. Thank you.And then when we go to make the T sound,、uh-huh. we're just taking that tip part and we're dropping it down. It's like ta, te, t. Though we'll be like a little bit of a curve. Like if you watch me like, hey,、yeah. T. But it won't be like, we don't want it to be like bowed where it's like that. Oh, okay. So there might be a little bit of curvature curve、uh-huh. in there. But, because、what he's doing right now is this. Like,、mm-hmm. T, te. So he's using more the middle, this part, and we want to use that tip. That. I get to come and see a speech teacher, something like myself or Miss Sierra. Pretty cool, huh? Yeah. And there are other people that come to see us for speech too that don't have a plastic compound, they don't have a scar, but sometimes they can't say their something. They might say good, they draw like they got it.何会いたかったの？
かに出たいだけ。どうしてたよ、ずっと食べてんの今。どうせ泣いてくれる。ママこのビデオ見たらこれ言ってんだっさり。ママのお尻をね見せたからカットしてね。本当にごめんなさい、ママ許す。落ちるんだよ。バナナは。レディーガーは当たり。こっちに。あ本当に赤いもん。レディーゴーは。プチン、これ何？これ何？足？これって足？何これ？頭使ったね。ちっちゃい頭。ママのリラックスしすぎじゃない？ピッとしてみてる。本当に汚い。よだれに砂が。ぶち見せて顔。Oh my god, look at his face! Oh! It's done! Oh, what? Everybody? Don't cry! That's it! Cry! Monster Cat Contestant next! Yes! I'll be no kata! ママ生まれてありがとう。お姉ちゃん迎えに行こうね。11時だよ。もうよくお姉寝てきたね。今日ね、ジュリを学校早退しないといけないんです。1時間早くビーチに連れてきます。言語セラピーってやつだよね。そう、言語セラピー。後進後外列で生まれたら言語に障害があるんですね。障害じゃない、喋り方が変、滑舌とか悪かったりとかして、それそうだよね、上顎が筋に亀裂があるんだから。で、その言語障害のセラピーを2歳から受けて、もう18歳ぐらいになるまで毎週週に2回は通ってくださいって言われてたので、5歳だね。サリーみたいに年長さんになって、でこっちの学校が始まってからやめちゃったの。
アポイントメントがもう取れなくなって、午後からしかできないじゃない。だからそれがいっぱいで、ちょっと今いっぱいなので待っててください、空きが空くまでって言われてて、ずっとずっと待って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 て、で病院の先生からももう遠くなってもいいからちゃんとセラピー受けてくださいってすごい言われてて、いつも言われてて、本当に受けなきゃいけないだけど、ほら多動症のセラピーとか、あと手術の病院のことだったり、空手始めたりとか、もうとにかく忙しいからさ、1週間がそんな言語セラピーなんて通ってる場合じゃねえみたいな感じでさ、無視してたんだよね私。いいよ言語セラピーなんて。そうしたらこの間ほら手術の先生との対談があったじゃない。でその時に、言語セラピー行ってますか、行ってないですか、行ってくださいみたいな感じで、もう勝手にアポイントメント取られちゃってて、この今日のこの日に。でもういや、もう行かないといけない、受領は受領で、それをさまたストレスに感じて、教育のスピーチもうやだ、1週間にまた習い事が増えるの本当にやだみたいな感じで、すんごいもうイライラしててさ、私だって行きたくないよみたいな。受領には大切なことだからね、やらせないといけないね。ん、何ブチ、んチーズ、ふてぶてしい顔それ猫かわいいね。ん、それ何、手魚、魚ふちー猫、猫、あ、本当？嬉しいね。ん？友達？違う、一個ね、センテンス終わったらこれやるの。帰ってきて早々宿題やるの？なんで？サリーは勉強好きだね。あった。よかった。早くあげて、どうぞ長寿に、キュウリあげて、どうぞどうぞ、バイバイ、バイ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 、バイバイ虫バイ、どこ虫、いないよ、いない、ブチ虫なんていない、あげてほら、なんであげたがらないの？どうぞ。バイバイ。それ虫じゃないの。食べなかったレタスの残り。虫じゃない。何これ。調子。どうぞ。うん、どうぞってあげて。バイ。それ虫じゃない。大丈夫。バイ。うん？虫じゃないんだよ。バイバイ。ん、どうぞして、キュウリ、そう、ありがとう、バイビー、ん、バイビー、バイビー、これ虫じゃない、バイバイ、虫みたいだよね、鼻くそ、バイ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 、ブタさんどこ？そう、ブタ。え、バイビーのパパ。はい、ブタさんどこ？どこ行ったブタ？
いないね。ここかな？あ、いた。ピキン。イエーイ。そう。あ、豚さんいない。いない。どうした？あっちが、うん、どうした？あっちが、どれが？ブーってなるの？どれが？ここが？え、電気だよこれ。あれ、ブーなんだ、ブーブーってなってた、うん、そこは、そうそう、あとハロウィンのことなんだけど、このうちは今住んでるのアパートでしょ、で学校の近所の周りの一軒家に住む人たちはなんとキャンディー1000個以上用意しないといけないんです。だいたいね、300ドルか400ドルキャンディーを用意しないといけないの。ものすごいお祭りになるから、当日もうすごいごった返して、子供たちも迷子にならないようにしないきゃいけないぐらいだから、でもな、すごい真っ暗だからさ、ちゃんとビデオに映るかわからないんだけど、あの懐中電灯を持ってなんとか撮れるようにしたらいいなと思ってます。そんな感じで、毎年ハロウィンやってるんですけど、毎年ジュリオとサリー怖くて怖くて来年はハロウィン絶対やらない、絶対もう何もやらないハロウィンとか言ってるのに、1年経つとケロッと忘れて盛り上がってます。エドが2人を見ていることになりました。じゃあサリー行ってくるね、ジュリオ。Julio Costa. Mrs. Brandt? Durant. Oh, Durant. 何やってた？うん、コンピューターだ。ほんと。帰れてラッキー。うん。サリーどこ？サリーとブルースはパパが見てくれることになった。お、もうすぐだね。もう開いてる？もう開いてる？あ、もう開いてるって書いてある。でもまだ馬がいないじゃん。あ、もう開いてるんだ。あ、ほんとだ。いつの間にかこんなにもうできてるね。ここのキューブのビルディングはサイエンスセンターです。遠足で来たよね、ジュリオ。うん。More than one time because I'm listening but also watching to see where you put your tongue, okay? All right, one more time. Sorry. House. Thanks. Okay, and what's this? Tree. An infantry. You got it. But just anywhere in the house, you had to, you could only walk as far as the, as how long the cord was. But can you tell me telephone? Telephone. Thank you.And then when we go to make the T sound, uh-huh. we're just taking that tip part and we're dropping it down. It's like T, T, T.
Though will be like a little bit, like a little bit of a curve, like if you watch mine, like hey, yeah. T. But it won't be like, we don't want it to be like bowed where it's like that. Oh, okay. So there might be a little bit of curvature kind of on there, but because what he's doing right now is this, like T, te. So he's using more the middle, this part, and we want to use that tip. That. いってらっしゃい、ジュリア。迎えに行くね。はい、顔洗ってね、やばいよ。サリーのスナックのバッグにヤクルト入れたの。ヤクルトが学校に着いたら全部蓋が開いてて、全部ヤクルトが漏れてて、ランチバッグも水火だし、しかもベトベト、バックパックも全部ベトベトになってて、で、あのおやつのおやつもベトベトだから、パッケージを水で洗ってとかも最悪。朝から秋が始まって、早速もうエドが風邪をこじらせています。体調をこじらせています。ゴホゴホしてて、だるそうにしてるの。ちょっと今から歩いて薬買いに行こうと思います。もうかぼちゃが売り始めたね。Good morning。気持ちいい。1個買ったら1個食べたかった。この歯磨き粉試してみよう。薬局でも全部ほら、こういうハロウィングッズになってきました。薬局のハロウィングッズのいいところは、こういう面白いのがいっぱいだから、ほら、かわいい。あー、サリー喜ぶね、これ。かわいい。これはきれい、これ。リキッドとジェルはどっちがいいのかな。これにしようかな。パンプキンのものばっかりでしょう。エドの風邪薬買ったら、レジのところで ID 見せてくださいって言われた。きっとそういう風邪薬に入っている成分で、とても危険なドラッグが作れるからだと思います。ただいま。
まだ覚えてる、サリー、なんで助けて、助けて、ジュニオがって、なんだったの。ジュルが、もう全部噛み合って、ジュルの後ろにあって、ジュルも、サリーのベッドに、はぁ。Which power?いいね、外のバックヤードに置いて座れたら。今日のファッションこれです。どんなスタイルですか。すごい確かに最強カメラマンゲビオいなかないよ。ゲビオいるよ。ゲビオもいるかな。ゲビオって言ったら。言わない。ゲビオサリー大好き。ヒヒハ。ママに言わないと言わない。ヒヒ。ゲビオ入れたよ。ゲビオ入れたの。フィン忘れた。フィン忘れた。バイバーイ。昨日公園にいたら鉄砲の拳銃の音がババ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 ってなったかなと思ってパッて見たら木が落ちた音だった。ものすごい音だった。でも 見ると大したことない木が、まあでも太いね。バキ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 ってすごい音がした。しょうがないよ。しょうがない。ワイプスもあったかな。ワイプス